はい、では今回のデモンストレーションは7月9日11時20分から12時までですね、フットネイルトラブル補正テクニックをお見せしていきたいと思います。アジアネイルフェスティバル入っていただくと、フルーリやディーナジェルのブースにお越しください。爪を切りすぎてしまった深爪だったり、巻き爪の方、巻き爪がさらにこう食い込んでいって皮膚にめり込むように刺さってしまった貫入層の方、爪が剥がれてしまう走行剥離の方、爪の凹凸、亀裂など足の爪トラブルで悩む方ってすごく多いと思います。このような爪トラブルに対して適切な対応をしないとさらに悪化させてしまうことがあります。ネイルサロンでも巻き爪のお客様ってよく見かけると思います。巻き爪の施術は全ての爪を広げればいいというものではありません。この巻いた爪を広げすぎることによる弊害というものもたくさんあります。どこまで広げればいいのかというその見極め方だったり、ジェルネイルで巻き爪を広げる対応できる範囲だったり、アクリルスカルプチャーでないと対応できない範囲についてもお伝えしていきたいと思います。私は基本的にアクリルを使って爪の補正テクニックを行っていくことが多いです。足は全体重を支えないといけない部分ですよね。アクリルはその歩行にも耐えうる高度だったり、耐衝撃性にも優れ、あとは軽量であることも特徴です。非常に表面が滑らかで見た目にも美しいことも特徴です。このアクリルの上からジェルネイルを塗布したりネイルアートをしたりして見た目の美しさを楽しむことも可能です。フットケアの基礎技術をフルーリエのアクリルシステムの特徴と合わせることで、爪の欠けた部分を造形したり、皮膚に食い込んでる部分を持ち上げたり、爪のカーブをちょうどいいところまで調整して、さらにそこで固定をさせて、それにより爪の成長方向を正しい方向に誘導することができます。このような爪先の全くない皮膚に埋もれてしまっているような、貫入しているような爪にも有効です。ぜひこのテクニック、7月9日11時20分、ぜひご覧いただければと思います。皆様のご来場をお待ちしております。